2019年12月6日、大阪メトロ堺筋線と阪急京都線、千里線の相互直通運転が開始50周年を迎えました。大阪の地下鉄の相互直通運転には、他にも北大阪急行と近鉄京阪奈線がありますが、両方とも私鉄側が地下鉄に規格を合わせ、第三基準方式で建設されており、地下鉄の延長線という意味合いが強くなっています。逆に地下鉄側が私鉄に規格を合わせて直通しているのは、大阪では堺筋線だけで唯一無二の存在です。今回は大阪の地下鉄で唯一の直通形態を採用している堺筋線と阪急の直通運転のあまり知られていない歴史を見ていきます。今週の動画の内容はアンケート結果で1位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。戦後一気に路線網を拡大した大阪の地下鉄は、基本的に戦前に作られた計画に基づき建設され、終電方式は第三基準方式、電圧は 750V という地下鉄独自の規格を採用していました。当時大阪市が掲げていた市内の交通は基本的に市営以外認めないという市営門廊主義の考えもあり、東京のように地下鉄側が郊外施設に規格を合わせて相互直通運転を行うということは基本的にありませんでした。しかし堺筋線だけは少し事情が異なります。阪急京都線の前身にあたる新京阪鉄道は、1925年に現在の天神橋筋6丁目にあたる天神橋駅を大阪側のターミナルとして開業しました。新京阪には当時天神橋から梅田まで延伸する計画がありましたが、結局頓挫してしまいます。戦後阪急の路線となった後も天神橋から南への延伸計画は残り、阪急は扇町付近まで伸ばす免許を取得していました。同時期の1958年に都市交通審議会にて堺筋線の原型となる扇町から動物園前付近まで至る路線も計画されました。この際どの鉄道会社が経営するかは明確にされなかったため、大阪市、阪急、南海の3社がそれぞれ建設に名乗りを上げていました。そして協議の結果、大阪市が新線を建設し、阪急と南海は相互直通運転を行う方向で固まりました。直通運転を検討する上で課題となったのは、各社局の規格の違いで、阪急は線路幅が標準規、電圧が 1500V、南海は狭規で当時 600V と異なっていました。阪急千里線の線路幅を狭規に改め、南海は 1500V に昇圧し、南北双方と直通運転を行う案もありましたが、結局実現せず、地下鉄の新線は阪急側に規格を合わせることになりました。阪急と南海のどちらに直通するかについて最終的な決め手となったのは、阪急千里線の沿線で1970年に日本万国博覧会の開催が決定したことだったと言われています。もともと阪急が建設する予定だった天神橋扇町間も大阪市によって建設されることが決まり、1969年に天禄動物園前間が開業、阪急との直通運転を開始しました。新京阪時代からのターミナルである天神橋駅は地下化の上、天神橋筋6丁目駅に改称され、地下鉄と阪急の共同主要駅となりました。堺筋線の普通電車は阪急千里線北千里駅と阪急京都線高槻市駅までの直通が基本となっていますが、大阪の地下鉄で唯一運転されている優等種別の準急は京都河原町駅まで直通します。堺筋準急と呼ばれるこの種別は、1979年に平日朝夕限定で運行を開始した堺筋急行がルーツとなっています。2001年までの堺筋急行は、堺筋線内の各駅と淡路、茨城市、高槻市、長岡天神、桂、西院、
大宮、烏丸にのみ停車する現在よりもだいぶ速達性の高い種別でした。2001年から2007年まではこれを格上げする形で堺筋快速急行も運転されていました。しかし2007年からは淡路駅で梅田方面の快速急行に接続するダイヤに変更され、堺筋線の優等種別は停車駅の多い堺筋準急に変わり、現在に至ります。歴史を見てみると、私鉄規格で作られ優等列車も運転される堺筋線が唯一無二の存在なのは、もともと大阪市だけでなく阪急と南海も建設に名乗りを上げていたからだということがわかります。結局直通運転を諦めた南海でしたが、1993年に堺筋線が天下茶屋駅まで延伸し、今では両線の乗り換えが便利になっています。また2031年の開業を目指す浪速筋線では、再び阪急と南海の相互直通運転の話が持ち上がっています。阪急と南海の直通運転が60年越しに実現するのか、今後の進展に注目していきます。ご注意ください。 Platform 2